はいえー、速のですリビさん、今回もエポック切り替えのための動画3本送っていただきましてありがとうございます。まあ、あのー、なかなかね、こういったあちょっと難しいね、概念の動画っていうのは多くの人に見られるってことはないと思いますけども、でもね、必要な人が大切なことだと思ってご覧いただいているっていうところは変わらないと思うんでね、私もずっとね、こうやって配信を続けていこうかと思いますけども、うん、やっぱり一つには体のっていうのがものすごくね、 緻密なな概念を持っっててて作られているなってことと、それについていく頭脳がかなりあるんだなっていうことでねあの信用も大きく私としてはねしてるんですよね。これまあやっり本当に見るたびにすごいなっていうのとこのエポックっていうね時間の概念この5日に1度ぐらいのが進んでいくにつれて。 あ,あ自分もプロジェクトに参加してるんだなと思うばかりでございます。で、今回ね、ブロックチェーンエキスポっていうのがまさに今、真っただ中かじゃないですか。まあ明日は29日が最終日だと思いますけども、私のところにもね、やっぱりこう、グッズが届きまして、なんかこの広島にいながら、あ、なんか一緒にいるんだなっていう気持ちが本当にしてですね。で、LINE のグループとかでも画像が送られてきたりとか、それからね、たくさんの方の声が反映されたりとか、まるで会場にいるような気持ちでございます。でも、本当はね、本当は、 会場に行って、実際に多くの人に触れて、うん、多くの人とね、夢に向かって進んでいく、その田中にいることを喜び合いたいなと思っております。まあ、リピさんも本当、いつも動画を送っていただきましてありがとうございます。これからもね、私、あの、この、体の絵だってものを時に応じて強く、また、YouTube などで放送することによって、新しいファンを獲得していきたいと思うんですよね。多分、この日本に、 うん、いろんなベンチャーがありますけどもそのベンチャーではないんですけども多くの人に希望やそしてカルダナはアフリカを中心に展開されている事業でもあると思いますので日本とアフリカの駆け足になれるように、ね、そんな大きな人類としてのミッションも背負ってるんじゃなかろうかとそれに関われて本当に嬉しいなと思うばかりでございます。 じゃあ、まだ動画を送ってください。じゃあ体に気をつけて、元気で。またよろしくお願いします。